皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらムック本ですね。ナノユニバース、レシートと小銭が分かれる長財布ブックです。それでは開封していきましょう。はい、開封いたしました。中に入っていたのはもちろんお財布、そしてこちらの冊子も入っています。コートが書いてあったり、ナノユニバースとかユナイテッドアローズよく買いますけども、おしゃれな洋服が載ってますね。はい、そしてお財布のポイントが出てますので、こちらに沿って見ていきたいと思います。それでは見ていきたいと思うんですけど、長財布のレビュー久しぶりですよね。私も長財布いつも持ち歩いてます。決済はスマホでするんですけれども、長財布の収納力はやっぱりいいですよね。まだまだ長財布派の方多いと思いますので、詳しく見ていきます。まずはご覧ください。ナノユニバースのロゴがシルバーで、入っておりますね。表面はこちら合皮素材が使われておりまして、ムック本ということでやっぱりちょっとお高いだけあって、とても綺麗な仕上がりになってますね。質感はとてもいいです。で、裏面はこのようにロゴは特に入っておりませんけれども、非常に表面は艶もあって、多少こう模様が入ったような線が入っておりますので、綺麗に仕上がってます。はい、で、今持った感じなんですけど、この幅が意外と細めですね。雑誌の付録とかムック本で長財布いくつかレビューしましたけど、結構太めといいますか、幅があるものが多くて、手の小さい方とか、女性の方とか持つの大変かなって思っていること多かったんですけど、今回こちら持った瞬間に分かる、とても持ちやすい、ちょっとこう細めのサイズ感になってます。比較としてこちら持ってきました。雑誌の付録なんですけど、よくあるサイズですよね。こちらとこう下を合わせまして、はい、でそのまま見ていきますけれども、はい、幅分かりますでしょうかね。ここわずかですけれども幅が狭くなってます。このわずかな差がこの持った瞬間、はい、すぐ分かると思います。とても持ちやすいです。そしてこのブラックのボディに、ジップの部分はシルバーで仕上げられております。こちらの、持ち手の部分も、はい、このように、至って普通の持ち手ですけれども、しっかり、持つことができますね。はい、で全体的に、オンオフ問わず、そして男女兼用で使えるデザインになっているかと思います。はい、でサイズ的にちょっと幅が先ほど細めと言いましたけれども、では収納力はどうなんだということで、中開けていきましょう。はい、ではファスナー開けていきますけれども、この動きですね、はい、動作に関しましても全く問題なく、角の部分もスムーズに動いてくれます。はい、では中開けていきますと、ご覧ください。中央に、はい、この蛇腹タイプのカードポケットが1,2,3,4,5で10個ですね、10個ついております。いや、これ本当使いやすいカード収納ですよね。はい、カードポケット10個です。で、横から見るとこのように結構大きく開いてくれます。で、さらにですね、こちらご覧ください。幅広のこの収納スペースがしっかりと備わっておりまして、でさらにこちらですね、はい、チケットとかですね、お札なんかも多分入ると思いますけれども、この辺の収納もついております。で、さらに反対側の方行きますと、こちらにも、はい、収納ありますね。で、さらに、こちらにもあると。で、ここがですね、今回の一番のポイントになってまして、レシートと小銭が分かれるという仕組みになってます。で、ちょっと見ていきますけれども、こちら、ホックを開けますけれども、このように広い、小銭スペースがあります。で、先ほど見たこちらにレシートと小銭を入れますと、ここをつながってますので、小銭だけがこの小銭スペースに入ってきてくれると、そんな自動で分かれる仕組みですね。はい、で、中は真っ黒の状態になっていて、ここはポリエステル素材使われてますね。で、こちら、この辺りは合皮素材が、使われているということですね。ここも合皮ですね。はい、で、こちらの方はポリエステル素材になってます。はい、ということで、いろいろ入れていきたいと思います。はい、では何といってもこの部分の使い勝手がどうなんだということでやっていきます。
はい、それでは例えばこのように、まあ、レシートと小銭一緒にもらった場合ですね、あとお札なんかでもいいと思うんですけど、まあ、通常ですとこのコインスペースにコインだけじゃらっと入れて、あとレシートお札はこっちに入れるという動きなんですけど、まあ、ここにまとめて入れちゃいましょうって話ですね。ではこのままいっちゃいますね。入れていきます。はい、はい、まあ、このように入れますとどうでしょうか。ご覧ください。はい、小銭だけが小銭スペースに自動で分けられるということなんですよね。はい、そしてこの状態でレシートが入った状態で別の会計で今度またもらいましたとなった場合に、今度はですねこちらレシートの、まあ、こっち側に入れちゃうと、コインが通っていかないので、まあ、ここに入れることになります。はい、ではここにまたまとめていきます。はい、チャラッと入れますとどうでしょうか。はい、このように小銭がすべて移ってくれるということですね。でご覧のようにかなり今うまく綺麗にこっちに移ってきてくれたんですけど、まあ、たまに、まあ、そうもならない時がありまして、例えばこうお札と一緒に入れた時にちょっとこう手にコインがくっついて残って後から入っちゃったってなったらこっちの裏側に残ったりとかですね、残ってしまうとここから通ってこれないので、まあ、裏側に残った状態になるとか、あとはコイン入れた後にお札を入れる、まあ、その時に、まあ、ちょうど裏側にコインが入っちゃったとか、まあ、そういう場合もあったりもします。でさらにですねここご覧ください。まあ、この小銭が通ってくる、わかりますかね、この高さ、隙間のある高さが10円玉がギリギリ、まあ、通れるくらいのサイズになってますので、例えばこう500円玉とかだと意外とこう引っかかりやすく、ちょっとピント合ってませんけど、まあ、500円玉とかだとちょっと引っかかりやすくなる場合がありますというとこですかね。ですけれども広げてこう小銭入れた場合ですと500円玉もスッと入ってきてくれますので、まあ、そのあたりはまあうまくいくときといかないときもあるかなと、まあ、そんな、まあ、何回か使ってみた感想です。で小銭とお札を入れた後はこのまま、パチッと止めて、はい、収納することができるということですね。で小銭のこのスペースの使い勝手に関しましてはさっと開けてパチッと開きますとこんな感じで、まあ、ほとんどの小銭がしっかり見えますので、500円取ったり10円取ったりとか、まあ、1円も、はい、簡単に選んで取り出せますので、まあ、このスペースの使い勝手はとてもいいんじゃないでしょうか。はい、それではその他の収納を見ていきます。今ここ使ってましたけどすぐ横にここにも、スペースがあります。でここに仮にお札入れますけれども、はい、このようにしっかり奥まで入ってくれるスペースがあります。横幅も余裕がありますのでスッとこう入れることができますね。はい、でさらに今度こっちですね、ここがメインのお札スペースになるかと思うんですけど、まあ、こんな感じで余裕を持って入れることができます。でさらにこちらにも、収納ポケットありますので、まあ、この辺は普段使わないお札入れたりとか、あとチケット、クーポン券などいろいろと入れることが可能になっております。ちなみに通帳入れる場合はこの収納にも入りますし、お札が入るこのスペースにも入りますし、あと奥のこの細めのこちらの収納にもしっかり入れて、はい、収納することが可能です。ただしアルフォートは入らない仕様になっておりますのでご注意願います。はい、まあ、ちなみにスマホ iPhone6 ですけれども、こちら入れますけれども、まあ、ここにも入りますし、あとこちらの収納にも入れて、まあ、閉じることができます。はい、まあ、今回の付録この幅もですね、この厚みも結構薄くなってますので、あまりかさばるものは入りにくい、まあ、そんな仕様になってます。それではどんどん入れていきましょう。まずは使いやすいカードポケット、こちらはこのように横にすっぽり入る仕様になってます。10個ありますので全部入れてみます。はい、こんな感じで10枚カード入れてみました。まだまだ余裕ですね。まあ、上から見ても見やすいですし、まあ、スッと取り出しやすいので、まあ、大体いつも決まった場所にカードを置いてるときはもうさっと、まあ、取り出しやすいカードポケットになっていると思います。はい、そして1つのカードポケットに2枚ずつ入れてみました。合計20枚入ってます。意外と余裕まだある感じになってますので、結構カードたくさん持っている方も
余裕を持って入れることができるのではないかと思います。でこの状態で締めてみますけれども、やっぱりちょっとこう締めるとき窮屈感ありますが、まあ、これくらいの薄さで、はい、スマートに持てますので、はい、おすすめのお財布になっております。はい、ということで、まあ、ここまで紹介してきたんですけど、最後にこの使い勝手改めてやっておきたいと思います。まあ、例えば会計の流れですね、見ていきたいと思うんですけど、例えばレジに行きまして、1万110円支払うとなった時に、まあ、さっと開けまして、まあ、お札はここですっと取りますよね。でもしポイントカード出したい時はさっとここで取り出して出すことができます。はい、で1万110円ってなった時に、まあ、小銭はここですね、パッと開けまして、まあ、開けますとこのように、はい、小銭がもう一目瞭然ですので110円を取り出します。でさっとお支払いをして、まあ、それでちょうどであればパッと閉じて終わるんですけれども、まあ、今度こちらをお釣りとしてもらう場合なんですけど、まあ、その場合はですね、110円と1万円札を、まあ、このようにもらいまして、まあ、ここですね、まあ、ここに、まあ、このまま、チャリンと入れておいてもいいと思います。はい、まあ、そうしますと、まあ、この状態で今度こちら開けた時に、まあ、先ほど出したこの10円と100円がですね、はい、中に入ってきてくれますので、まあ、そんな感じで使っていいのかなと思います。はい、まあ、ですので、まあ、ここが一番のやっぱりポイントですよね。お金と小銭を一気に、まあ、ここに入れておくことができるっていうのがとても便利かと思います。なので、まあ、小銭だけこうもらった場合もここにチャリンと入れておくだけで、まあ、今度開いた時に、まあ、小銭がここに入ってきてくれますので、まあ、そこから選び出すことができる、はい、まあ、そういったお財布になっております。小銭よく出し入れする、まあ、そういうお会計の多い方はぜひ使ってみる価値あるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はナノユニバースのレシートと小銭が分かれる長財布紹介してまいりました。まあ、長財布いつも使っている方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。